ポール・トレイシーはカナダのレーシングドライバー、オンタリオ州スカボロー出身。1991年から2007年までジャンプカーシリーズに参戦していた。PT、ザスリル、フロム・ウェスト・ヒルの愛称で呼ばれる。トレイシーは幼少時から自動車に興味を持ち、16歳になると故郷の近くのグッドウッドカート場でカートレースを始めた。1985年。 16歳で最年少のカナディアン・フォーミュラ・フォードチャンピオンとなる。17歳ではキャンアム最後のレースで優勝した。同レースでの優勝で彼はキャンアム史上最年少優勝者の記録を達成した。トレーシーは北米におけるオープンホイールレースで徐々にステップアップし、1990年のインディライツシーズンでは9勝を挙げ、その年のシリーズチャンピオンとなった。 1991年のラグナセカ、ペンスキーレーシングで2002年のインディ500で2007年、トロントでそのレース経歴において、トレイシーはたびたびトラブルに巻き込まれた。数人のドライバーがトレイシーは攻撃的であり、しばしば危険な振る舞いを犯したと主張し、過去には何度かのアクシデントと論争を引き起こしている。しかしながら、近年に起こったトラブルとしては、 フレンチヘルメット論争と呼ばれるフランス人ドライバーとのトラブルが挙げられる。フレンチヘルメット論争は2006年シーズンにおけるサンノゼセンとデンバー戦での2件の事故の後に巻き起こった。サンノゼセンでトレーシーは右カーブにおいてミスを犯しコースアウトしコースに戻ろうとした際にアレックス・タグリアーニと接触タグリアーニ車の全部を破損した。事故の後 フランス系カナダ人であるタグリアーニは激怒し、ピットにおいてトレーシーに詰め寄り、損害の償いを要求した。トレーシーはタグリアーニに、触るなと言い、オフィシャルが止めに入るまで二人は、掴み合いとなった。この間、トレーシーはタグリアーニがヘルメットをかぶっていたことを注意した。二人は罰金を課され、トレーシーは参戦の執行猶予と7ポイントを失うこととなった。 事前のデンバーでトレイシーはフランス人ドライバーのセバスチャン・ボーデとラストラップにおいて2位を争っていた。トレイシーは燃料とブレーキに問題を抱え最終コーナーでボーデの後に接近した。トレイシーは十分な減速を行わずコントロール不能となりボーデ車に接触した。ボーデは逆にトレイシー車を押し返した。レース後トレイシーは ボーデを挑発したが、ボーデはやり過ごした。トレイシーは3ポイントを失い、2万5000ドルの罰金を課された。運営側は、トレイシーのデンバーにおけるアクシデントは、3のゼの執行猶予に違反していると発表した。ボーデは、トレイシーのチームメイトでチャンピオンシップを争っていた、AJ アルメンディンガーを有利にするためトレイシーが意に接触したとして、 トレーシーの出場停止を要求した。レース後のインタビューでトレーシーは事故後に挑発に応じなかった、ボーデを非難した。彼がヘルメットを脱がなかったのは残念だね。しかし、フランス人の奴らはいつもヘルメットをかぶったままだ。トレーシーはそれが冗談だと言ったものの、一週間後に付け加えた。あれは冗談だと言ったけど、事実だよ。 もし事実じゃないことと言ったんなら謝るけれど、どっちもヘルメットをかぶったまま言い寄ってきたんだ。後悔はしてないけれど、冗談だと言ったんだ。棒で、タグリアーニに加えて、ケベック出身のドライバーである、アンドリュー・レンジャーは、週末の8月26日、次戦のモントリオールで、トレイシーにヤジを飛ばす用具軍州に話した。またこの一件は、トレイシーが、デンバー事件は、 過去の数レースの報復であったとボーデを非難したことで、トレーシーとボーデの間の論争を再開させた。ヘルメットに関して、ボーデは、僕は、ホッケー選手じゃないと思うし、彼もお互いにヘルメットを脱いでいるのは見なかった。もし彼が誰かと戦いたかったなら、彼は間違ったスポーツをしていると思う。と語って、トレーシーを非難した。ボーデはまた、ポール・トレーシーは、 自分自身でレースを馬鹿げたものにしている。とも語った。パグディアーには彼は高速を切るべきだ。なぜならそれが彼を抑えることができる唯一のものだからだ。セバスチャンは一緒に運転することはできないと言ったので多分それが唯一のトラブルに巻き込まれない方法なんだろう。と付け加えた。モントリオールのウォームアップと予選セッション時。 ジルビルヌーブサーキットの群衆はトレーシーに対して盛大にヤジを飛ばした。しかしながら、レース前の伝統的なドライバーによるプレゼンテーション時、トレーシーは青いマスクをつけ、ケベック州の旗をケープのようにまとい、プロレスのジェスチャーを行った。RDS は、ポール・トレーシー、狂ったケベック人の見出しで、TSN は、キャプテン・ケベックとのキャプションでその様子を報じた。 トレーシーは雨で開始が遅れたレースをボーデに次ぐに位で終え、ファンはケベック州の旗を身につけて表彰台に上がったトレーシーに声援を送った。トレーシーはネバダ州ラスベガスに在住し、二人の子供がいる。また、ジェレミー・マクグラスらと共同出資して設立したアイウェアメーカースパイの経営にも参画している。アメリカンレーシングシリーズカーと、 ジャンプカーワールドシリーズインディカーシリーズインディ500。ありがとうございます。